会は8月26日に開催されました空高く走るミュージック&クラフトビール列車の様子をお届けします。空高く走るミュージック&クラフトビール列車は車内での生演奏と地元大阪産のクラフトビールを楽しんでいただこうという企画です。今回のお弁当はビールに合うものをご用意、4種類からお好きなものを選んでいただきました。おいしそう。伊丹花火大会の日程と重なり車内から花火を見ることもできました。車内でお酒やお食事を楽しめる大阪モノレールのイベント列車、今後もいろいろな企画を用意してまいりますので、ぜひご乗車ください。